ジョアキン・ジャニンによるポスター、ラペリコールは、ジャック・オフェンバックが作曲した全3幕のオペラ部フで、1868年10月6日に、パリのバリエテザで2幕版にて初演され、1874年4月25日に、改訂版が3幕版として、同劇場で上演された。オフェンバックの最も人気のあるオペレッタの中の一つである。 ロイドリンガーによるオルタンス・シュネデール・プロスペル・メリメのサンサクラメントの馬車を原作としている。ペルーがスペインのペルー副王領であった時代の大女優、マリアミカエラビー・レガスがモデルとなっている。18世紀の歌姫の役を、当代の歌姫、オルタンス・シュネデールが演じることになった。シュネデールは、オフェンバックの数々の成功を支えてきた重要な歌手だが、 彼女が出演した最後の重要なオフェンバック作品となった。アラン・ドゥコーによれば、バリエテザでの再演にあたり、半ば引退していていたオルタンス・シュネデールはカムバックを承知した。パリ、子たちは、彼女のこの一回だけの復活を見逃すまいと、殺到した。さらに、彼女は、思い出の花道を飾るという誘惑に打ち勝つことが、できなかった。彼女は、黄昏れた色合いのあでやかさで、 あの有名な手紙の歌を歌い、優しい思いの丈を述べることができた。彼女の意向は舞台にまで見つけて出た豊富な宝石のコレクションで、そのありがたさを増し、敬意あふれる熱狂を、ヤーが上にも煽り立てたということである。この作品では、権威や社会全体に対して、これまでの作品よりさらに痛烈なユーモアが描かれている、ラペリコール以前の作品では、実際、 あれこれの神や君主に味方することもできた。ここでは、権力全体がグロデスクな登場人物によって表現され、彼らの対局に音楽家の夫婦や庶民の象徴である合唱が置かれているのである。アメリカ初演は1869年1月4日にニューヨークにてパイクオペラハウスによって行われた。出演は、イルマ、ローズ、オジャック、ルドック、 ラグリドーラであった。イギリス初演は1870年6月27日にロンドンのプリンセス劇場にて行われた。日本初演は1876年にロネーセファスキ歌劇団によって横浜ゲーテザにて行われた。なお、同じ題材に基づく映画にジャンルノワールによる黄金の馬車がある。ドネによる名クリドビクアレアン名と ジュドビク・アレビは、オフフェンバックの主要な作品のリブレットをいくつも手掛けたコンビで、美しきエレーヌ、パリの生活や、青髭、ジェロルスタンジョ太鼓殿下も携わったほか、ジョルジュビゼーのカルメンのリブレットも作成している。ダビッド・リッシさんは、本作の状況設定について、ヨーロッパの絶対的な自由を掲げる、ロマン主義にとって、スペインは、圧政、暴虐の象徴であり、 時には、その抑圧は直ちに国民の側から、仕返しや、やゆの対象となる。隠された憎しみと、残虐さの重苦しい雰囲気は、作品全体につきまとっていて、滑稽支えもが、オフェンバックの他の喜劇特有の和やかさを持ち合わせていない。この潜在的な憎悪は、総督が、お忍びを自慢し、合唱が彼をやゆするときに、すでに表面化してくると解説している。 またリスさんはペリコールの手紙の内容がアベプレボーのマノンレスコーから借用されていることは重要である。マノンはデグリューに当てて別れの手紙を書く。その中で人は上に苦しんでいる時は愛することはできないと言っている。メイヤックとアレビはこの文章を詩に変えてペリコールの手紙にしようという素晴らしいアイディアを思いついた。それは 内容を移すことによって、オフフェンバックのオペラ部フに極めて独自のトーンを与えた、と指摘している。また、二幕の、貴族たちの短い合唱は、ドニゼッティの、ラファボリートのパッセージを借用している。ドニゼッティにおいても、宮廷の貴族たちが、王様お気に入りの愛称に貢がせて、それに同意する夫を公然と非難する場面を、指摘している。ナダルによる、オフェンバック森義子は、 オフフェンバックは、この頃から作風を変えようとしていたと思われる。具体的には、クープレのような単純な読書の形式が少なくなった、代わりに、セーヌと呼ばれる部分が増え、オペレッタから少しずつオペラに近づいていくと分析している。同様に、クノー・ケイチも、1867年のパリ、万国博覧会の翌年に作られた、ラペリコールはこの時代の変化を、 はっきりと感じさせる作品である。さらに、本作には、グランドオペラのパロディがほとんど見られなくなったことで、そこには、彼がかつて背を向けた、オペラコミックの叙上の世界への再思考の姿勢が、伺えると解説している。高橋秀夫は、ペリコールのピキーヨへの別れの、手紙の歌を聞いて、心打たれない者はいないだろう。この手紙は、アベプレボーの、 マノン・レスコーの手紙を陰文化したものだが、この優しい旋律には、モーツァルトを思わせるような史上が溢れていると、表している。異国趣味については、音楽はエキゾチックな雰囲気を醸し出してはいるものの、スペインや南アメリカの音楽を引用しているわけではない。ことから、微税以後になって作曲家たちは事情を心得、スペイン的主題を求めるようになるということである。 1> 約1時間42分その他、物売り、従者、兵士、民衆など。時と場所、18世紀、スペイン統治下のペルーのリマリマ市街、マリアミカエラビレガスリマの街中の広場は、ペルー総督の誕生日のお祝いで、多くの人々が飲み、歌を歌い、大変な賑わいを見せている。キャバレー、3人のいとこのガダレーナ、ベルギネッラ、マストリッラも、 三人のいとこの歌、急いでお出ししますわと歌い場を盛り上げる。この日の飲みしろは政府持ちとあって、人々は遠慮せずに飲み続ける。総督のドンアンドレスは、医師の姿に変装し、群衆に紛れて、お忍び子歌、誰にも一言も言わずを歌うが、周囲の民衆には、正体はすっかり見透かされてしまう。総督は、町の景気や、市民の様子を聞き出し、 可愛い女の子はいないかという下心を思っての外出だったのだ。そのうち町の物売り変装したリマ長官のドンペドロやパナテラス伯爵が寄ってきて総督万歳と露骨にごまをする。ドンペドロはリマ氏の景気が悪く市民の不満も大きいとなれば自らが解任されかねないので保身に躍起になっている。お忍びのつもりで来ていたドンアンドレスは罰が悪くなり、 そっとその場から退散する。大道芸人たちが芸を披露する中、恋人同士の流しの歌手ペリコールとピキーヨも結婚資金を集めに来て、スペイン男とインディアン娘、彼は育つでしょう。スペイン人なのだから。とこのオペレッタのモットーとも言える歌を歌うが、全く成果を上げられない。そこでもう一つの歌、ロバビキと娘を歌うが、人々は大道芸に気を取られて、 そちらに行ってしまう。もんなしの二人だけが残される。ペリコールは空腹に耐えきれず、その場で寝込んでしまう。恋人のピキーヨは、状況を打開すべく引き続き資金集めに奔走する、ことにする。いつの間にかぐっすり眠り込んでしまったペリコールの、肩タを、総督のドンアンドレスが通りかかり、ペリコールの美貌に魅了され、宮廷に来て助官にならないかと彼女に声をかける。 飢餓状態に耐えられなくなったペリコールは贅沢な暮らしに目が眩みやむなくピキーヨに別れの手紙を書くと3人のいとこに手紙と財布を預け総督について行ってしまうだが総督がペリコールを助管に任命するには解決すべき問題が残されていた総督の助監は既婚者でなければならないという規則があったのだペリコールは 未婚のため誰かと結婚させなければならなかった。そこで、パナテラス伯爵が、形ばかりの向こうを探す使命を預かったのである。一方、戻ったピキイオに3人のいとこから、ペリコールの手紙が渡される。別れの手紙に失望し、ピキイオは首をつって、自らの命を絶とうとする。すると、パナテラス伯爵がやってきて、自殺をするくらいなら総督の目かけと、 形だけの結婚をして、不自由のない生活を手に入れたらどうだと提案する。ピキーヨがこれを拒否する。パナテラスは、ピキーヨを強引にキャバレーへ連れて行き、大量に酒を飲ませて酔わせる。交渉人に伴われた花嫁姿の目掛けと引き合わせて、無理やりに結婚式を挙げてしまおうというのだ。その花嫁は、ペリコールだった。ペリコールは、豪華なディナーに満足し、命定して、 ほろ酔いの歌、ああなんという、お食事を歌う。花婿の顔を見たペリコールは、相手がピキーヨであることに気づいて、結婚に承諾するが、泥酔したピキーヨは、前後不覚の状態となり、顔を打ったベールのせいで、花嫁がペリコールだとは気づかない。そして、私には他に愛する人がいるという、神妙な結婚式が終わると、 花嫁のペリコールは、総督と共に宮殿に入り、ピキーヨは別に宮殿へと連れられて行く。総督の宮殿の広場、ピキーヨを演じるジョゼ・デュピー宮殿では、貴婦人たちが、総督の側近のタラポテ公爵の解放をしている。タラポテは、総督が貧しい流しの歌手である娘を目掛けにした、ことに衝撃を受け、失神していた。そこへようやく酔いから覚めたピキーヨがやってくる。 ピキーヨは自分がなぜここにいるのかさえ分かっていない様子である。その場にいたキプ人や従者たちがゴシップの歌を互い違いに歌って、昨日総督の目かけとなったペリコールと結婚した行きさつなどを説明する。そこへパナテラス伯爵が現れすべての経緯を詳細に説明するとピキーヨはようやくことの成り行きを正しく理解する。するとペリコールは腹を立て、女なんて、 ただそれだけのことさと歌い、宮殿から出て行こうとする。しかし、宮廷の正式なしきたりとして、花嫁となった女性を総督に引き渡す儀式があるということで、ピキーヨはその場に引き止められる。儀式が始まり、入ってきた女性を見てピキーヨは驚愕する。自分が結婚した総督の目かけとは自分を裏切った、ペリコールだったのである。ペリコールは憤慨するピキーヨに呆れながら、ああ 男ってなんて馬鹿なのでしょう。と裕福な暮らしが得られるチャンスなのに全然分かってないと開き直るので怒ったピキーヨは頭の硬い男のロンド、こんな女くれてやる。を歌い、ペリコールを総督の席の前に突き出す。その無礼な行為に激怒した総督はピキーヨを捕らえ、即刻地下牢に放り込めと部下たちに命令を下すのだった。 第一馬牢獄ペリコールを演じるウルタンス・シュネデール。投獄されて12年になる。年老いた囚人が、観客に壁に穴を開けて脱獄しようとしているのだと、告白する。なんと12年間も一人の女ともキスさえ、していないのだと愚痴をこぼす。そこへ、リマ長官、ドンペドロとパナテッラス伯爵が、牢の中のピキイオンに向かい、褒め殺しのボレロを歌い、 勇気ある夫としての態度と行動だったと意外にも彼を称賛し、牢屋に入れて去っていく。ピキーヨは正直に生きてきただけなのに不名誉を押し付けられたと歌い、ふてくされて寝てしまう。すると、こっそり、ペリコールがやってきて、あんたはハンサムじゃないし、金持ちでもない、それでもあんたが好きと謳い、自分がまだ総督を受け入れたわけではないと伝える。ピキーヨはそういうことならと彼女を許し、 二人は愛を確かめ合う。ベリコールは何とかして、ピキーを助け出そうと、総督にもらった宝石を使って、監視を買収しようと心を見るが、なんとその監視は変装した総督だった。怒った総督は二人を牢に繋いでしまい、ベリコールが自分のものになるなら助けてやると言い去っていくが、彼らの愛情に強い嫉妬心を抱くのだった。 しばらくすると二人のそばに年老いた囚人がやってきて、二人の鎖を外してやるというので、三人は協力して脱獄しようと話し合う。ベリコールが総督に向けて色目を使うと、総督は誘いに乗ってやってくるので、三人は総督に飛びかかり、縛り上げて、守備よく脱獄してしまうのだった。第二バリマの街中の広場祭りの翌日になると、総督は、 何としても逃走中のピキーヨとペリコールの二人を逮捕しようと躍起になり、多数の衛兵を出動させる。パトロール隊の合唱に乗って衛兵が行進している。街中には、キャバレー、三人のいとこの女たちがワルツ、かわいそうな人たち、どこにいるのかしら、が歌われる。脱獄衆が一向に見つからずら立つ総督のもとに、歌手をしていた時の衣装を着たピキーヨとペリコールが現れる。 二人は総督に向かって嘆きの歌、情け深き皇帝、アウグスティスを歌い、総督に慈悲を乞うことに成功する。総督は二人を許すことにしたが、一緒に逃げ出した、年老いた囚人だけは、12年前の罪状を忘れてしまったため、反省していないとのことで牢獄に逆戻りとなった。ただ彼はナイフを隠し持っていたので、また脱獄できる自信があるため全く心配していない。 晴れて解放されたピキーヨとペリコールが街中で歌っていたスペイン男とインディアン娘を歌い始め、周囲の民衆も盛大に合唱し、フィナーレとなる。ありがとうございます。